ではですね、トラブル現象についてやっていきます。私ですね、KGC プリンティングカレッジで講師をしてます、三浦です。よろしくお願いいたします。で、今後私の方でこのいった、トラブル現象について、皆さんにですね、この YouTube チャンネルを通して、発信していきたいというふうに考えておりますので、ぜひぜひ、今後も、見ていただければなと思います。で、今回、一番初めに選んだ、こういったトラブル現象は、何かというとゴーストといったものを、選択いたしました。で、このゴーストという現象を選んだ理由というのもきちんと背景的なものがありまして、私コースでこういったトラブルシューティングについて講義をしている中でですね、やはりこういったゴーストといった現象についての質問がですね多かったといったことで、このゴーストをまず第1回目に選択いたしました。で、まずは早速このゴーストについて話をしていきたいと思います。で、ゴーストという現象、お化けというふうに直訳することができるわけですけども、そのお化けという現象が印刷物上に現れてくるというわけなんですけども、どのように現れてくるのかというと、その印刷物上に、その前後が濃くなったりですとか、淡くぼんやりとですね絵柄が浮かび上がってきてしまう現象、これがゴーストという現象になります。で、このゴーストという現象にはですね、2つの、現象があります。まず1つ目なんですけども、スタベーションゴーストという現象になります。で、このスタベーションゴーストという現象がどのように起こってくるのかというと、その印刷絵柄の中で、皮下線部にあたるこういった四角い白抜き部分、こういった部分のですね、その前後方向で、色が濃く見えてしまう現象、これがスタベーションゴーストというふうに言います。で、このスタベーションゴーストという現象がですね、なぜ起こるのかというと、印刷版面上にはですね、それぞれ、インキ、水を供給するつけローラーというものがありまして、そのインキつけローラーが印刷版面上にインキを供給していく際にですね、この皮下線部である白抜きの部分、その部分に差し掛かった時にローラー表面上のインキは全く消費されないわけなんです。で、そのまま、今度画線部に差し掛かってきた時に、そのローラー表面上には消費されてないインキが残ってしまっているわけですから、その絵柄部分でそのインキがどっと降りてきてしまい、その余ったインキがその前後方向で濃くなってしまうということで発生してしまう、これがスタベーションゴーストというものになります。で、その次にですね、リピートゴーストという現象になるわけですけども、リピートゴーストは、そのまま、同じようにリピート繰り返しという模様で、浮かび上がってきます。印刷部分の、例えばこういった、白抜きの部分の、部分と、同じようにその前後方向で同じようにですね、うすらぼんやりと浮かび上がってきてしまうわけですけども、同じようにインキつけローラー、同じく反面上にインキを供給していく際に、今度はその表面上にインキがつかないようにその表面には水がついてるわけです。そのまま印刷つけローラーがその反面上を通過していった際に、そのローラー表面上にうっすらと水がついてしまうと。で、そのまま次に一回転した時にですね、その表面上についている水がインキの転移を妨げてしまい、その部分が薄く残ってしまうということで発生する、これがリピートゴーストという現象になります。で、今回はですね、こういった、リピートゴースト、スタベーションゴーストというものについて、その発生原因というものを、話しましたけども、次回はですね、この、2つのスタベーションゴーストについて、どのように皆さんが普段気をつけていかなきゃいけないのかといったことについて発信をしていきたいというふうに考えております。で、今回はここまでということにさせていただきます。はい、皆さん、今回聞いていただいてですね、いいねと思っていただいた方、下のいいねボタンとですね、登録、また、次回以降ですね、今後皆さんが、こういったことも話してほしいといったものがあればですね、ぜひコメント欄への、記入なんかも、お願いしたいと思っております。で、また次回、発信していけるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。